文字海洋少年団は、福岡県北九州市文字区を拠点として活動する、社団法人日本海洋少年団、連盟九州北部地区連盟に所属する団の一つ。少年少女に対して海洋に親しむ機会を与え、健全な育成を図る活動を行う団体で、海事思想、海洋に関する科学的知識、海上生活に必要な技術の普及、 団体生活による社会的特性の寛容国際親善への寄与を目指している。指導者は文字会用少年団を卒団した者やボランティアの自衛官、海について知識、経験豊富なものなど関係者が指導を行う。小学生から高校生までが団員として活動している。主に基本動作、傑作、手渡信号、水泳、カッターボートなどである。 また、合宿、ハイキング、キャンプなどや、奉仕活動も、積極的に行っており、海岸や町の清掃奉仕、水難救助のための青い羽根共同募金をはじめ、各種募金活動などを通して、奉仕の心を養うことを目的としている。平成23年夏に、鹿児島県鹿児島市にて行われた第50回日本、海洋少年団全国大会に参加した。次回は、 平成25年夏に行われる第51回日本海洋少年団全国大会に参加予定である。また平成24年夏には北九州市で九州北部地区大会が行われる。ありがとうございます。